クリスティアン・フィルヒテ・ゴット・ゲレルトは、ドイツの詩人。ゴット・ホルト・エフライム・レッシングによってドイツ、文学黄金時代を築いた先駆者の一人に、挙げられている。CF、ゲラッツ・サマリッシュ・スリフトン、定有1715年7月4日、神聖ローマ帝国、ザクセンセン帝公領のハイニヒエンで生まれた。マイセンの聖アフラ学校に入学し、1734年に、 ライプツヒ大学に進学して進学を習得した。1741年にはヨハン・クリストフ・ゴッドシェートとその弟子たちによって編纂された生物学論文に参加している。文学論に比で、史学や倫理学、修士学において多くの独自スタイルを確立するに至り、1745年よりライプツヒ大学にて教鞭を取るとともに啓蒙的な、 創作に従事した。1751年からは死去まで、同行の臨時教授となっていた。生涯独身を通し、1769年死去。内向的で病弱であったが、温厚で経験な人柄によりあらゆる階層の知識人から時代の指標と仰がれた。フランスの喜劇として知られる、偶話と物語、教訓史と物語、聖歌と昇華や戯曲、 エセ神女、宝くじ、優しい姉妹などをドイツ語に翻訳して定着させ、写実的な市民劇の成立に大きく貢献した。その他1747年から1748年にかけて出版された、スウェーデンの人伯爵夫人の生涯は、ドイツ近代小説の代表作品として知られている。ドイツ文学評論家の南王子ブリーチは、ゲッレールとの表した。 所管規範について、洗練されたドイツ語の普及に大きな役割を果たしたと評価している。晩年に表した倫理学講義は死後の1770年に刊行され、当時のドイツ啓蒙市長の実態を認めた貴重な資料として研究の対象にもなっている。フリードリ・ヒダ王ーはゲレルトの文話を優れたものとドイツ文学論で評価した。ありがとうございます。